さん、ゾウさんお鼻が長いのね。ということで今回はゾウの進化について紹介するよ。ゾウ、前回のペンギンに続いて、また身近な動物だね。楽しみだよ。ゾウは現在の地球における最大の陸上哺乳類で、実際にアフリカゾウは、体長7メートル、健康4メートル、体重10トンにもなる。さらに過去にはそれよりも大きい、体長8メートル、健康5メートルにもなる。コロンビアマンモスがいたんだ。現在でこそ、アジアゾウ、アフリカゾウ、マルミミゾウの、二属三種が生息するのみとなっているものの、過去には8か42属165種ものゾウが知られていて、ゾウは地球動物群の一大勢力だったんだ。すごい、ゾウさん。ゾウはアフリカやアラビア半島で独自の進化を遂げた哺乳類グループである、アフリカ獣エモクのテキス獣類の中の長鼻目、ゾウ科に分類される動物で、この分類を理解することが、ゾウの進化を理解する上で重要になってくるんだ。どうして？このテキス獣類は絶滅した種の中に、日本原産の世界に誇る、古生物の側虫類のデスモスティルスがいるんだ。うん、カバみたいだね。で、この側虫類は半水生だと考えられていて、海魚類は原生ではジュゴンやマナティが知られていて、これらは水生の生き物だよね。それがつまりどうしたの？つまりテキス獣類は皆水に適応した進化をしているということ。じゃあゾウも昔は水生だったの？その可能性が高いと考えられてるんだ。ええ、そうなんだ。その証拠に初期のゾウは、海岸や河口の堆積物の中から化石が見つかっているんだ。またそれは化石の形態的な証拠からも支持されているんだ。でもまた陸に上がってくるんだ。そこがゾウの異質性を表しているポイントなんだけど、哺乳類は新生代に、クジラやイルカ、アシカ、アザラシ、さっき紹介したデスモスティルスなんかの、水生生活に適応した種が数多く現れるんだけど、これらは皆その後も海生哺乳類として水中に適応し進化していったんだ。一方でゾウは約3000万年間も半水生の哺乳類だったにもかかわらず、水中を捨てまた陸に上がってきたんだ。ゾウにはそんな深い歴史があったんだ。じゃあ早速初期のゾウについて教えてよ。知られている限り最古の長尾類は、こいつ、エリテリウム。何これ？カバじゃん。エリテリウムは約6000万年前の両親生のモロッコの地層から見つかった種で、エリテリウムはわずかな化石しか見つかっていないために、正確に復元図を描くことは難しいものの、現生のゾウよりもはるかに小さい、体高20センチ、頭胴長50センチ、体重20キロにも満たない、ウサギサイズの小型哺乳類だったと見られているんだ。最初はこんなにも小さかったんだね。ただ全身の骨格が発見されていて、その全体像がわかっているもので最も古い長尾類は、こいつ、モエリテリウムなんだ。モエリテリウムは約3700万年前から3500万年前の古代三期新生の、エジプトの地層から発見されているんだ。体高は70センチ、体長2から3メートル、体重240キロにもなり。やっぱりカバに似てる。そうだね。でも化石証拠から吻部が長くて、柔軟で広い上唇を持ち、どちらかといえばバクのような見た目をしていたと考えられているんだ。ただバクに似ていると言っても、バクとの近縁関係にはなく、修練進化の結果似た形態になっているんだ。ところで本当にゾウは水生だったの？そうだよ。モエリテリウムが発見された、エジプトの砂漠は当時海岸であったことがわかってるし、耳の位置が頭部の高い位置にあり、これは耳に水が入りにくくするための特徴として考えられているし、初期の海魚類のように、胴長で、四肢が短くて退化的なため、長尾類は半水生であったと考えられているんだ。また、歯の化石の形態も硬いものよりも、柔らかい水草を食べるのに適した特徴であり、近年の研究でもエリテリウムの歯の化石の同位体分析した結果からも、彼らが水中で進化したことを裏付けているんだ。確かにそれだけの証拠があれば、ゾウは水中で進化したと言えるね。またその研究から、長尾類は進化の初期過程においてその生活空間が水中にあり、地震性から全身性のある時期に、彼らは草原や森林へと生活の場を移行させた可能性が高いことが分かったんだ。でもどうして陸に上がってきたのかしら。その辺についてはまだよく分かっていないんだけど、地震性末の寒冷化の時期に陸に上がってきていることから、環境の変化が何らかの影響を及ぼしたのではないかと言われているんだ。今後の研究が楽しみだね。ちなみに、モエリテリウムはアメリカ合衆国の探検家であり博物学者でもある、ロイ・チャップマン&ユースによって1923年に報告されてるんだけど、この人はインディ・ジョーンズのモデルになった人と言われてるんだ。インディ・ジョーンズにモデルなんていたのか。また新第三期の中心性になると長尾類はアフリカ以外にも勢力を広げ、現世のゾウ類に近づいた種が現れたんだ。それがこいつ、プラケベロドンだ。何これ、子供の落書きみたいな見た目してるけど、
そう、いよいよ鼻が伸びたんだ。下顎も伸びちゃってるけどね。プラティベロドンは健康2メートル、全長4メートルの体重2トンと、現世のアジアゾウと同じくらいの大きさになったんだ。でもその見た目は、かなり特徴的だよね。現世のゾウは体が大きくなるにつれて、頭の位置が高く、そして重くなるために、首を短くして、鼻を伸ばすことで、立ったまま水を飲むことを可能にしているんだ。一方でこのプラティベロドンは、マリサがさっき言ってくれたように、鼻だけじゃなくて、下顎も長くなり、その先にはシャベル型の牙がついていたんだ。これは何に使ってたの？プラティベロドンは湿原に生息していたと考えられていて、この下顎と牙で、水草などの植物をすくい取って食べたり、土の中の植物を掘り起こしたり、木の枝を切断するなどしていたとされているんだ。結構便利じゃん。いやいや、ところが、この頭部はめちゃくちゃ重くて、食事をするために膨大な体力とエネルギーが必要で、しかも特殊化されすぎているから、環境の変化にも対応できず、短期間で絶滅してしまったんだ。何事もほどほどが良いんだね。さらに時代が下って、約700万年前の、新第三期中新世になると、現世の像につながる、最も原始的な像の、ステゴテトラベロドンが現れたんだ。実際にこのステゴテトラベロドンから、現世のアジア像やアフリカ像が派生したと言われてるんだ。確かに見た目はもう完全に像だね。健康4メートル、体重11トンと完全に大きさも現世の像と同じくらいだったんだ。ただ明らかに現世の像と違うところがあるんだけど、わかる？なんだろう。牙に注目して見てみて、なんか多くない？そうなんだよ。ステゴテトラベロドンには、長い牙が上顎と下顎に2本ずつの計4本生えていて、ただこの牙については分かっていることは少なくて、何のために生えていたのかは謎なんだ。一方でアラブ首長国連邦の新第三期の地層から、ステゴテトラベロドンの群れの足跡の化石が見つかっていて、その化石からその群れはおそらく13頭のメスと子供で構成され、オスは現世のゾウと同じく単独で行動していたことが分かったんだ。もうその時代に、ステゴテトラベロドンは現世のゾウと同じ社会性を獲得してたんだね。そして新第3期から第4期更新世に登場したマンモスの肉は、氷河期の人類の食料になり、毛皮は衣服の材料になり、牙は武器になり、骨は住居の材料にもなり、マンモスがいなければ、人類は完全な時代を生き抜けなかったとも言われているんだ。また、カルタゴの名将ハンニバルは、古代ローマ帝国とのポエニ戦争の際に、ゾウを率いてアルプスを越え、人類とゾウには切っても切れない関係があるんだ。ところでさ、ゾウってなんで鼻が長いの？プラティベロドンの時にちらっと言ったけど、今回見てきたようにゾウは進化の過程で体を大きくすることを選んだんだよ。で、大型に伴って四肢も伸びるよね。そうすると餌を取ったり、水を飲むために、多くの種では首を長くするんだ。実際、竜脚類やキリンは首を伸ばした。じゃあゾウも首を長くすればいいじゃん。でもそれは竜脚類やキリンが軽くて小さい頭部を持っていたからこそ可能だったんだ。一方でゾウは硬い植物を噛むために大きくて重い臼歯を発達させてきたんだ。臼歯1本で3から5キロ、牙は100キロもあるんだ。そんなに重いんだ。ロックリーかな。それだけ重い頭部を支えるためには、てこの原理で考えればわかるけど、短い首が必要だったんだ。その結果口が地面から遠くなり、長い鼻を持つように進化したんだ。またこの鼻に骨はなくて、すべてが筋肉で構成されていて、頭骨の正面には巨大な鼻孔が開いているんだ。だから昔の人は古代の象の化石を、一つ目の巨人のサイクロプスの骨だと考えたんだ。ここでギリシャ神話や巨人伝説と繋がるんだ。また象の鼻は知っての通りめちゃめちゃ器用に動かすことができて、ビー玉のような小さいものや、豆腐なんかの柔らかいものでも、絶妙な力加減で掴むことができるんだ。さらに、鼻の筋肉の構造を変えることで、疑似関節を作り出すことができるみたいで、ゾウの鼻は変幻自在で無限の可能性を秘めているんだ。ゾウってすごく面白い生き物なんだね。そうなんだ。ゾウってめちゃくちゃ魅力的な生き物なんだよ。ぜひ動物園に行ってみてほしいね。で、ここで終わろうと思ったんだけど、まだまだ古代のゾウには変わった見た目を持つものがいたから紹介したいんだ。その中でも特に2種紹介したいやつがいるから、聞いてくれよな。はいよ。まず紹介したいのがこいつ、デイノテリウム。なんなのこの牙、復元間違ってるんじゃないの？確かに最初断片的な化石が見つかった時に、この牙は上向きに復元されたんだけど、より完全な化石が見つかった結果、牙が下向きに生えていたことが分かったんだ。デイノテリウムは約2400万年前から100万年前の、第4期更新世前期のアジア、ヨーロッパ、アフリカに生息していた種で、健康4メートル、体長5メートル、体重8から12トンもあったとされていて、
知られている限り増目の中では最大級で、陸上哺乳類という点からも、パラケラテリウムに次ぐ大きさとされているんだ。もうかなり大きさ的にも見た目的にも、原生のゾウに似てきたね。で、結局この牙は何に使ってたの？それに関しては本当にいろんな説があるんだけど、牙の化石には摩耗した痕跡があったりして、単なる飾りではなく、明らかに何らかの用途があったことが示唆されているんだ。一番考えられるのは、オス同士の争いで用いられていたということ。他にもプラティベロドンのように牙で、地中から植物を掘り起こすのに使っていたとする説や、デイノテリウムは河川に住んでいたようで、夜間に水中で休んでいる間に、流されないように体を固定するのに岸辺に突き刺していた説や、樹木の皮を牙で剥がして食べていたとする説があるんだ。こういう変わった特徴を持つ古生物って、現世で比較する生き物がいないだけに、実際に見れないのが本当に残念だよね。またその絶滅に関しては、ホモハビルスが用いた石器と、デイノテリウムの化石が同時に発見されていることから、人類がデイノテリウムを飼っていたとも言われていたり、更新世に起こった地球の寒冷化に対応できずに、絶滅したとも言われているんだ。ただデイノテリウム属は2000万年以上も生きた、鳥類の中でもかなり成功したグループと言われているんだ。2000万年以上も生きていたのに、環境の変化や、人間っていう、一種の動物の出現で絶滅してしまうなんて、とっても悲しいね。次に紹介したいのが、これ、アナンクス。なんか牙長くない？アナンクスは約850万年前から200万年前の、中新世後期から更新世初期に生息し、健康3メートルにもかかわらず、その牙の長さは3から4メートルにもなり、しかも現世の像とは違って、こう描かずに、まっすぐに牙が伸びていることが特徴なんだ。まるでロンギヌスの槍だね。何に使ってたの？まあおそらく戦闘に使っていたと考えられているんだ。今回は古代に生息した、個性豊かな像を紹介したよ。でもそんな像も密漁や生息地の減少で絶滅の危機に瀕していて、輸入の制限強化により日本で像が見れなくなる日も近いかもしれないんだ。